一生使い続けたい一生ものを紹介するこの企画、第4回となる今回はこれ、パーカー75のボールペンです。イギリスの高級筆記具ブランドパーカー、万年筆で有名ですが、僕は万年筆が苦手なのでパーカー75のボールペンを愛用しています。パーカー75の特徴は、ペンの全体にデザインされているこのしずれパターン。パーカーの創始者の関係者がタバコのパッケージを元にデザインしたと言われています。このデザイン、クラシカルな感じで見栄えはもちろんいいんですけど、このデコボコのおかげで使っていて滑らなくて実用的でもあるんですよ。見栄えも良くて実用的だから愛用してしまいます。僕が小学生の時、アメリカの調印式でパーカー75が使われましてね、同じクラスのやつが親にパーカー75のボールペンを買ってもらって、これはアメリカの大統領が使ったペンだと自慢していて、うざかったんですよ。うざかったんですけど憧れてしまいまして、それから数年して自分も買ってしまいました。それがこのパーカー75。そして気に入ってしまったので、実はパーカー75は2本持っています。前にも言いましたけど、一生使い続けたいと思えるものに出会ったら買えるときに買うべきで、紛失や破損したときの保険のためにも買えるなら2つ買ってもいいと思います。僕はこの2本をリフィルの色で使い分けていまして、こちらのキャップスライド式のものは黒。キャップスライド式って高級なイメージあるんですよね。そしてもう一本は普通のノックボタン式なので、こちらを赤にしています。はい、字は下手です。すいません。筆記具って一生ものになりやすい分野なので、入門編としてもおすすめです。一生ものになりにくいジャンルってあるんですよね。例えばこちら、クロムハーツの財布です。有名なウェブウォレット。昔買って長い間愛用していたのですが、今のキャッシュレスカードレス時代にこの財布だと大きすぎるんですよね。いい革を使ってタフな作りで気に入っていたんですが、ミニマリストブームに合わせて使わなくなってしまいました。一方で、これからいくら文字を書く機会が減ったとしても、書くという行為がなくなるとは思えないんですよ。ネアンデルタール人が壁画を描いていた時代から現代まで、人間は何かを書いて思いを伝えてきたわけで、生活からなくならない機能性を持つものは一生ものになりやすいと思います。このサイズ本当に使いやすいんですよ。僕はボールペンではモンブランのスターウォーカーも持っていて、これ5万円ぐらいで買ったんですけど、全然出番がなくて、見かけはすごくいいのに重くてキャップ式なので使い勝手が悪いんですよね。今メーカーの格としてはモンブランとパーカーですとモンブランに軍配が上がると思うんですけど、ボールペンの使い勝手としてはパーカーの勝ちですね。ここで一つ情報を。パーカー75は純銀なので黒ずんで汚れてしまうんですけど、実はその黒ずみって磨けばすぐに落ちるんですよ。僕はタミヤのコンパウンドを使っているのですが、それで簡単に綺麗になります。今パーカー75を買おうとするとネットとかでそこそこ綺麗なものが2万円ぐらいで買えると思いますが、黒ずんで汚いものを安く買って綺麗にしてしまうのも一つの手かなとは思います。綺麗にできることを知らないで汚れてしまったから出品しているみたいな人もいると思いますので、というわけでパーカー75のご紹介でした。皆様に一生ものとの良い出会いがありますように。